奈良市にある東大寺は耐震改修工事などのため3年余り停止していた階段堂の配管を10月から再開すると発表しました。階段堂は僧侶が戒律を受ける施設で江戸時代に再建されました。大阪北部地震をきっかけとした耐震改修工事と保存修理のため2020年7月から配管が停止され、堂内にあった国宝四天王立像は別の場所で展示されていました。工事では壁の補強や瓦の吹き替えが行われたほか、四天王立像を守るため台座の下には免震台が設置されます。国にある一番根本となる階段が東大寺にありましたので、それを伝える場所としてね、とても大切な場所だということを思うと、持ちこたえるだろうというような形での修復が整いましたので、守っていくことができるのはとてもありがたいなと。9月後半には四天王立像が階段堂に戻され、配管は10月1日に再開されます。